どうもポンシュラです。今回は昨日ウルトラのブロリーが実装されましたよね。このキャラはマジでかっこよくてウルトラにふさわしいキャラだと思うんですが、今回はそんなブロリーくんをゴジベルくんでボコボコにしていこうと思います。新キャラのブロリーは紫属性でかつ打撃タイプということで、もうこれはやるしかないでしょうということで今回やっていきます。パーティーはこんな感じで、ゴジブルとベジブルにめちゃめちゃアビを乗せてヤジロベエで特徴を増やしたって感じのパーティーですね。それではやっていきましょう。さあまずはブロリーと当たれるかどうか問題ですね。こういうある特定のキャラを潰す系の動画って大体その当たりたいキャラと全然当たんないんですよね。さあ来ましたね、お相手さんはブロリーちゃんいませんね。はい、もうこんな感じですね。今回のパーティー一つポイントがあって、アビ枠にこの緑の悟空を入れてるんですよね。この悟空を上の段に置いとくことによって、お相手さんはもうブロリーを出してくるだろうっていうもう甘い考えでやってます。まあ選出はこの3体なんでね、これでやっていきましょう。さあよろしくお願いします。わお、打撃ばっか、うわ中距離打撃飛んできた、これはいいお相手さんですね。さあここは勝ちたい、いやこれ絶対負けたやん。はい、981めちゃめちゃお上手。まあ多分ここは龍拳に変えて殴ってきますよね。あ待って、今カバチェンすればよかった。もうあれあまりにもナチュラルにさ打撃突っ込んできたから、カバチェンするの忘れてたわ。ここはヤジロベちゃんで受けていきましょう。さあしっかりヤジロベちゃんで受けて射撃いって、単発で抑えて跳ねて、わ突っ込んできた、ラッキーですね。ここは外しちゃいましょうか。マジ強いヤジロベ、外して打撃打っていいね。もう一枚引ける、アーツは引けない、ただここ突っ込んできそうなんだね。入れ込み、よっしゃ入れ込み打撃をしっかり勝って、もうこれお相手さん負けでしょこれベジブル止まりませんよこれ。さあ行ってこい、いいね、ガチで強いねベジブルくん、いけ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 、ここまで入る、いやここまでは入んないけど、タピオカ受け、さあ射撃からライジング行っちゃいましょうか。これさあここはもうあんまり警戒してなさそうなんでメイン切っちゃいましょうって言おうとしたけど、そんな演出ありましたねタピオカちゃん。あーでもメイン切っちゃおうか、メイン切っちゃおう、ポチッ、よっしゃ。さあタックル見えたんで究極いっちゃいましょう。いいね、しっかりぶっ飛ばして跳ねましょう、突っ込んできそう、オッケー突っ込んできてくれた。ここはゴジブル君に変えて殴っていきましょうか。さあ強いよこれ、ワンチャン飛ばさないかな、いや飛ばさないか、火力全然上がってないんでさすがに飛ばせはしなさそうですね。ただ大ダメージは与えれるはず。マジ飛ばしたんだけど、最強キャラやん、いやかっこよすぎる。今回ブロリーとは当たれませんでしたけど、ブロリーと当たんなくてもこんな感じで普通に強いパーティーなんですよね。対戦ありがとうございました。ブロリーおいで、ブロリーおいで、ブロリーちゃんおいで、ケイよブロリーちゃん、おいでこちらよ、よしよしこちらよブロリーちゃん、おいでおいでブロリーちゃん、あこれはブロリーちゃんいますね。お相手さんのパーティーはどういうパーティーなんでしょうか。これはなんか強いの詰め込んだって感じのパーティーですが、しっかりブロリーちゃんいます。これ初手はベジブル君でいきましょうか。初手に特殊あったらもうキャラチェン特殊とか決めたいんですけどね。さあよろしくお願いします。特殊あるけど苦手なんでさすがにキャラチェンはしないですね。打撃キャン振って、うおマジか、打撃キャンに打撃合わせてくる、うまいな。あーここはヤジロベちゃん、あべヤジロベちゃん出てきて、オッケーオッケー、ヤジロベちゃんでしっかり受けて、お相手さんが変えてきたら変えましょう。あ外してくる、独特な外し方ですね。おーおー打撃からめっちゃかっこいいなブロリー。さあ打撃キャン振っちゃいましょう。あー最速取られた、なんですかなんですか、回避圧、回避圧はしてない、射撃打っちゃって、うん冷静だな、冷静冷静なのかは分かんないけど、とりあえず打撃キャン振って、打撃キャンに打撃合わせてくるんだよなこの人、やばい特殊ばっかになっちまった、特殊ばっ、回避見て射撃打って、なんか突っ込んできたぞ。さあここは打撃じゃなくて特殊から打って、ブロリーちゃん出てきた、あ邪魔をするな、マジかブロリー、あれも反撃できるの強すぎでしょ、危ない、単発で抑えて、さあ打撃来い、よっしゃ、よしここはしっかり特殊でカウンターしていくと、これもうこれもう絶対飛ばすでしょ、マジなんか硬いんだけどなんか硬くて、あ待って、なんかユニグマなくなった、マジか、欲張っちゃおう、終わりにしようぜ、回避を見します、ここだ、よっしゃ俺あもう強引すぎる、いやマジか、しっかり特殊決めたんですけど硬かったですね。さあここは射撃いっちゃいましょう、あまあまあまあいいや、これでバニが回復しますね。
いやマジか、あのブロリー硬いな。跳ねて跳ねてキャラチェン回避して面切っちゃいましょう。ワンチャン回避圧、回避圧はしてない。え、なんか入った。お相手さんはキャラチェンしてたんですね。さっきめちゃめちゃいいダメージ、クイックいって打撃いきたいね。これ入る。おお、なるほど。合わせてくる回避見して、よーし入った。あぶね、今の魂の回避見決まってなかったらちょっとやばかったですね。さあここはしっかり交代禁止必殺でぶち落としていくといいね。さあここはライジング当てられるのが巻き筋ですね。射撃総裁して、うん、単発で抑えて、さあ射撃打ってきてくれ。オッケー、射撃にはしっかりアーマーでかぶせて、強い、最強だお前。よーし、お相手さんはコウさんと。今回しっかりブロリーちゃんに特殊でカウンターすることができたんですが、ブロリーちゃんなんか硬かったですね。まあ一撃では落とせなかったんですけど、しっかり究極でブロリーちゃんを落とすことができたので良かったですね。対戦ありがとうございました。ブロリーいませんね。ブロリーちゃんいませんね。来ない来ない、いないいない、なんでマジで、こんもうやだ。トシ、マッチング操作すんな、勘弁してくれ。おおおお、またいないと思ったらなんかいたんだけど、右の端っこに。なんで出てこないの。さあ来ましたね、お相手さんはブロリーいますね。初手特殊、よっしゃ、これキャラチェン特殊決めたい。うわ、この次にマッチングしなかったらもう今日の動画はおしまいです。はい、マッチングしませんね。もうやだ。まあお相手さんクーラがいるんで、このクーラもねゴジブル君でしばけるんで、クーラちゃんをしばいてこの動画は終わりにしましょうか。さあよろしくお願いします。まずは離れます。マジとんでもないことしてきてくれましたね。さあここは打撃からもちろんつなげて、そっち出てくるか、帰ってきたらこっちに帰ってクーラちゃん出てくる。いや外して射撃撃とうと思ったけどアーマーがあるんで怖いですね。さあお相手さんは打撃だけなんで、回避見て通常でゆっくり抑えて、さあバニ回復が強い。回避見て通常もう一回押したい。回避見て通常押して面切っちゃいましょう。びっくり、何これ何ですかこれ。さすがに射撃だよね。打撃アン振って、打撃アン振って OK 釣れた、でかいね。さあここはどんどんベジブル君で殴っていきましょう。うん、ゴジブル君に変えてカバチェ無効で、え、マジ出てきた。これクーラー回ってるかな。究極切っちゃっていっちゃいましょう。いや回ってるか、ちょっと焦ったな、ちょっと焦っちゃったんですが、クーラーを出させたことによってお相手さんの手札は全て、あぶね、全て打撃になってます。あーゴミゲーやん、普通にこのゲーム誰考えたの。おい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 、あぶね。しっかりとボコボコにされていって射撃いっちゃいましょう。うん、マジか、アーツ引いてくるのか。あー、ここはまあ耐えれる耐えれる。まあメインを使わせたと思えばいいでしょう。あれ、究極はどこに行ったんですか。究極はあなたの究極はどこに。面切っちゃおう。あー回避回避でいいや、あぶねー。あー、ここはカバチェ向こうでどんどん投げていきましょうか。ワンチャン気づいてない説。よっしゃ、気づいてない。ここは必殺までつながるかな。頑張れ、よっ、俺なんでクーラー回っとんねん。さあただお相手さんは全部打撃になってる。特殊特殊、頼む頼む、特殊が特殊、きた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 。さあおいで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 、君でもいいよ。よっしゃ、ここは打撃をしっかりカウンターしていって、いや今キャラチェンする必要なかったな。とりあえず射撃で落としちゃってメイン切っちゃうか。ポチッ、よっしゃ、びっくり見えた。必殺以外は潰せます。もう何、どういうこと、ゴミゲーだ普通に。メイン切ってくる、跳ねよ、打撃アン振って、あ、これは突っ込みましょう。突っ込めてない、単発でゆっくりゆっくり抑えてタックル、うん、避けて単発止め、特殊決まれ、よっしゃ。もうはちゃめちゃすぎるわこのゲーム。よし、ここはしっかりゴジブル組んでカウンターしていって、打撃から打撃からどんどんつなげて、ワンチャン落とせる、頑張れ、落とせ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 、よっしゃ。はい、もうこれは勝ち確です。よし、ここはしっかりライジングかぶせて終わりですね。まあまあしっかりブロリーちゃんの代わりにクーラちゃんもしばけたんでね、よかったとしましょう。対戦ありがとうございました。ということで今回はゴジブル君で暴れていきました。
いやマジでブロリーちゃんとマッチングしませんでしたね。まあでも2試合目でブロリーちゃんを倒すことができましたし、ゴジブル君の強みはしっかりと伝えることができたと思うので、よしとしましょう。それでは今回はこのくらいで終わります。では